町田薬師池公園色彩の森薬師池で3月15日まで梅まつりが開催中です。薬師池を望む緩やかな斜面に作られた梅林には紅梅、白梅のほか黄色い花をつける老梅などおよそ250本の梅が植栽され、例年より10日ほど遅れて見頃を迎えています。こちらは重要文化財の旧長池住宅、しだれ梅がつぼみを膨らませています。他にも旧荻野家住宅など古民家を背景に咲く風情あふれる梅の花を楽しむことができます。梅の花については3月の25日ぐらいまでは見れるのではないかなというふうに考えております。梅林には早咲きの桜も植栽されておりまして、桜の咲き始めと梅の咲き終わりが多分かぶるのではないかなと思っています。取材したこの日は春の陽気に誘われ園内を散策する大勢の人の姿が見られました。色とりどりの花が楽しめて、風に乗ってね、梅のいい香りがしてとても気持ちのいい時間が過ごせました。もう終わりなのかなと思ったら、まだこれからまだいっぱい咲きそうなので、まだまだ先まで楽しめそうで、また来たいと思います。はい、嬉しいです。15日までの梅まつり期間中は園内にコーヒーやクレープなどを購入できるキッチンカーが出店しています。